くてもうね、まあ、もうお披露目してるから改めて見せることないかなって思ったので、まあ、ちょっとドンってもう見せちゃうよ。どう？かわいい。かわいいやろがい。でもさ、やっぱさ、結局さ、おうち 3D って言ってもさ、そんな変わらないんじゃないかなって自分で思ってたんだけどさ、こう前に言った時とかさ、ね、後ろに下がった時とかすごい分かりやすいね、これ。そうなわけで、ちょっとね、おうち 3D で今日はやってこうかなって思います。そういえば、後ろ姿とか見てない？くるくる後ろ姿、後ろまだちゃんとお家で見てなかったなって思って、かわいいでしょ。こういう感じなわけ。もうちょっと大きくてもいいの。今日のスーパーチャット読み終わりました。いやー本当にありがとうございます。いやー、なんか照れる、マジ。おうち 3D ってさ、だから 3D になるだけやんって思ってるんだけどさ、なんかいざ久々におうち 3D やってみたらさ、なんかめちゃくちゃ距離感というか、こう結構さ、可動域、当たり前だけど、なんかこう見えてる部分がかなり多いから、そうカメラがすごい超精密カメラみたいな感じよ。だから髪の毛もさ、見て、めちゃめちゃ綺麗になびくでしょ。めっちゃ可愛いでしょ。せっかくだからもう一回アップで見せよう。巨人、タンタタンタンタダダダダ。今日も来てくれてありがとう。マイク邪魔やな。マイク邪魔やな。はい、まあ、ということで、まあ、今日はこんな感じで終わろうと思います。Ha ha ha!